全日本 F3000 選手権シリーズ第6戦、真夏の富士を制すのは誰だを合言葉に、いよいよ国内最高峰のスピードと迫力を誇るスプリントレースが始まる。レースごとにウィナーが変わるという混戦の中、果たして8月の富士は波乱が起きるというジンクスは今年も生きているのか。レースレポーターの高橋亮です。今回は全日本 F3000 シリーズ第6戦を迎えています。前半戦中の第6戦、当然シリーズも後半戦に入っています。舞台の富士スピードウェイなんですが、やはり夏の天気、相当気温も上がっています。現在30度ちょっとぐらい超えたぐらいでしょうか。風がある分ちょっと涼しく感じるんですけども、コースも40度、そしてレースが始まる頃には45度ぐらいまで上がるんじゃないでしょうか。今シーズンの展開としてですね、各タイヤメーカーの実力が均衡しているわけなんですけども、今回もそれが一つのファクターになるわけなんですけども、それよりも、ローラの熟成がすごく顕著に現れています。レイナード対ローラというですね、図式ができているわけなんですけども、完全に今回はローラが優先しています。先行してますね。その次にマーチデがつくという感じです。結果的には小川仁志選手が初のポールポジションを取りました。今回このレースで注目されるそのハードウェア、マシンとタイヤ以外にですね、3人のドライバーに注目していってみたいと思います。シリーズポイントトップのチーバ選手、そして星野選手、和田選手のそのレース展開を大いに注目したいと思います。シリーズポイント争いは見ての通りだが、ここで注目の和田選手のインタビューから聞いてもらおう。予選4番手和田選手です。前回の第5戦では、見事優勝を飾って、それで富士に乗り込んできたわけですけども、今回の調子をまずは。そうですね、予選用よりね、予選用っていうか予選セットより本番用セットの方を重点的に、タイヤテストから、今回のトレーニングでもそうなんですけど、煮詰めてましたんで ね、ですから本番用の方は結構調子いいんで、まあ、予選4番手っていうのはまあまあ納得してるポジションですから ね、大丈夫ですよ。まあ、前回のようにですね、素晴らしいスタートを切れば2列目のグリッドからでも十分に、1周目からトップに出ると思うんですけども。そうですね、1周目からトップっていうのはねちょっと難しいですけど、もう今回は星野さんが非常に調子いいですから、なんとか星野さんにね、ついて走れればチャンスはあるんじゃないかと思ってますけどね。そしてシリーズポイントのトップを走るロス・チーバー選手の話に注目してみよう。予選6番手ロス・チーバー選手です。 OK, so now first of all, I'd like to ask about the qualified result. Maybe that you don't satisfy the qualified result on the sixth position. Well, I'm not satisfied with the position, but given the circumstances that the Reynards are having a big problem at this track with this weather, I think I did the most with what I had.